私たちの健康、私たちの人権、幸せに生きる権利、騒がしくして、これは総合公害の一つですけど、公害をなくして幸せな将来、自然環境を壊さないで済む持続的な持続可能な社会づくり、これをきちんと進めるには知る権利がとても大事です。情報発信が全ての大元です。都議会はもうね、新聞と同じぐらい情報発信する拠点なんです。都議会こそが真実を引っ張り出して皆さんにお伝えする、そういう機関なんです。それを取材するのが記者クラブです。記者クラブは自分たちで真実を捕まえに行くこともできますが、議員さんもジャーナリストと同じぐらいの熱心さで真実を拾いに行きます。追求しに行きます。そういうことがないと知る権利が、知る権利がなくなるんです。知らされない人が増えるんです。知らなければ思いやれないんです。木々が伐採される、その情報を知らなければ反対することはできません。でも知ってしまったら、知りたくないと思ったら行動するしかなくなってしまうんです。それが社会なんです。環境を守るためのみんなの活動のエネルギー、それらを受けて立候補しています。人類外縁だけじゃありません。 PFAS という化学物質、それが今どうなっているのか、中野にどのような影響を与えているのか、東京都全体にどのような影響を与えているのか、調査するところがない、そういう時は調査しましょうと言って予算を取って決議するんです。それが都議会です。ニュースの発信源が都議会なんです。それがきちんと仕事ができるように、真実を求める、しつこく求めて追求する、問い詰める、答えをはぐらかされても食らいついて答えるまで追いかけていく、そういうことが必要なんです。そういうことをする都議が一人ずつ増えるように、前北宮古都議会議員に立候補しています。皆さんの環境権を守るために、情報公開を進めるために、説明責任を果たすために都議会に立候補してます。はい、ごめんなさい。前北宮古無所属新人ですが、今回ビルに見かねて、こんなに皆さんの環境権が踏みにじられてはいけないと思い、立候補することにしました。前北宮古です。ぜひ7月7日の投票、それまでの期日前投票、都知事選だけじゃないですよ、都議会選もありますから、中野の皆さん、4人いる候補のうちの唯一の無所属新人、前北宮古、どうぞよろしくお願いします。